チャールズ一世の死刑執行令状。59名の委員によるサインと印象が施されている。レジサイドは大殺しを意味する英単語であるが、イングランド市場では、イングランド王チャールズ一世の処刑に関わった人物、特に1649年1月のチャールズ一世の裁判において死刑執行令状に署名した59人の委員、あるいは1660年面積、 大社法で、恩赦大将から除外された104人などを指す。第二次イングランド内戦で、オリバー・クロムウェル率いる議会派の延長党は、チャールズ一世率いる王党派の騎士党を破り、国王を捕獲し処刑するに至った。貴族や裁判官、軍人などからなる59人のレジサイドのうち、1660年の王政復古時点で存命中だったものの多くは、 チャールズ1世の息子で新たに退官した、チャールズ2世により、厳しい報復処罰を受けた。チャールズ2世の帰還時、イングランド議会は面積、退社法を策定し、内戦やその後の空位時代に犯されたほとんどの罪に、大使恩赦を与えることを決めた。ところが、チャールズ1世の裁判や処刑に関わった104人は、恩赦の対象外とされた。なお、 そのうち24名はすでに個人となっていた、ヘンリー・アヤトンなどため、儀礼的に処刑された。具体的には、遺体を埋葬場所から掘り起こして公主台にかけた後、残首し、下の体は公主台下の穴に投棄され、主球はウェストミンスター宮殿の端の杭に刺して晒された。また存命者のうち数名は最高刑である首吊り、内臓えぐり四つ先の刑にかけられ、 19名は終身刑となり投獄された。またレジサイドの多くは財産を没収され、公職から追放されたり地位を剥奪されたりした。また21人は国外亡命を選んだ。ほとんどはオランダやスイスに逃れたが、3人は北アメリカのニューイングランド自治領に身を隠した。レジサイドがどの程度の範囲の人々を指すのかという定義については明確な合意がなされていない。 面積、代社法では、大殺しに関わった人物について、レジサイドという言葉は使っていない。そもそも、イングランド法には、レジサイドという特定の罪名が定義されたことはない。歴史家たちは、レジサイドという言葉に当てはまる人物を、それぞれ独自の範囲で選んでおり、中には、チャールズ一世の裁判や処刑に立ち会った者でも、含むとは限らないという枠決めをしている。 歴史家もいる。レジサイドとして球断された人々の一覧は、いわゆるブラックリストの走りであると言える。チャールズ2世は1681年の布告で、もしこのブラックリストの中に悪意なき魂が含まれたとすれば、そのものはチンに向かって起こるのではなく、そのものの誤った心情や関心が、誤りの投票に向かわせたことをよく考えるがよい。と述べている。チャールズ一世の首を持つ、 処刑人を描いたエングレービング。1642年から1651年にかけて、オリバー・クロムウェル率いる延長党すなわち議会派と、チャールズ一世率いる騎士党すなわち王党派の間で、政治権力と王権をめぐるイングランド内戦が展開された。3期に分けられる内戦のうち、第1次と第2次は長期議会の支持者の戦いであったのに対し、 チャールズ一世処刑後の第三次は、ランプ議会の支持者とチャールズ一世の息子チャールズ二世の支持者の戦いとなった。この内戦は1651年9月3日のウスターの戦いをもって議会派の勝利に終わった。第一次内戦の最後、チャールズ一世はスコットランドのプレスビテリアンの軍に捕らえられ、イングランドの議会派に引き渡された。その後彼は脱出して、 第二次内戦を起こすも敗北1648年11月に議会派に投稿した。1649年1月、チャールズ一世を裁くために135人の委員からなる高等法院が組織された。委員とされた一部は前もってこの動きを知って参画を拒否したが、ほとんどの委員は同意を求められぬまま委員に選ばれていた。まず、前もって、 非公開の場で協議が行われ、ついで公開裁判が開かれたが、135人の委員のうち47人はどちらにも顔を出さなかった。4日間の裁判の末、チャールズ一世が暴君的に悪意を持って、現在の議会とそこに代表者としている人々に対する戦争を借り立てたという罪状について、67人の委員が起立して、3位を示した。 そして57人の委員が、チャールズ一世の死刑執行令状に署名し、後から2人が名を加えた。1月30日、チャールズ一世は、ホワイトホールのバンケティングハウス前で斬首され、王大使のチャールズは亡命した。これにより、イングランドの王政は廃され、イングランド共和国、ついで、オリバー・クロムウェルの独裁体制である、五国教時代が到来した。 イングランド王政復古の末、チャールズ2世は、ウェストミンスター寺院で1661年4月23日に退官した。1658年に、オリバー・クロムウェルが死去したことで、政治不安が再燃した。かつて、イングランド内戦で、チャールズ1世の捕獲まで突き従いながら、空位時代中はクロムウェルに協力していた将軍。 ジョージ・マンクが軍隊を率いて、スコットランドから、南下、応党派と連携して、政権を樹立し、1660年初頭に選挙を実施しかり議会を復活させた。また彼は亡命中のチャールズ王大,大使と連絡を取り、ブレダ宣言を出させた。これは、チャールズ2世が若いと、犯罪者への許しを唱え、宗教や政治において恩恵な立場を取ると宣言するものだった。これを受けて、 イングランド議会はチャールズ2世に帰国を要請し、王政復興を受け入れた。チャールズ2世は1660年5月25日にドーバーに上陸し、30歳の誕生日にあたる5月29日にロンドンに入った。1660年、イングランド議会は内戦や空位時代に議会に協力した多くの者たちに恩赦を与える面積、対赦法を可決した。ところが、 特定の104人については斜面の対象外とされた。うち49人は、面積、対射法第34条での雑誌で、対象外と認定された。別の6人も面積、対射法第39条で、生命は奪われないという条件付きで、斜面の対象外となった。英国人名治典に寄稿しているハワード・ネナーによれば、チャールズ二世自身はこれほどの数の人々を、 処刑するつもりはなかったが、むしろ議会が大殺しへの強硬な処罰を求めていたという。クロムウェル、ブラッドショー、アイアトンの遺体の処刑。同時代の印刷物より処罰されるものの名簿に載せられたうち24名はすでに没死していた。主なものとしては、オリバー・クロムウェル、ジョン・ブラッドショー、ヘンリー・アイアトンなどが挙げられる。これらのものについては、 防寒山カバネ、すなわち遺体を墓場から掘り返して、公主、残首し、体は公主台の下の穴に投棄されるという刑が課せられた。落とされた首は、かつてチャールズ一世裁判が行われたウェストミンスター宮殿のスパイクに突き刺して晒された。1660年のうちに10人が大殺しの罪により処刑された。うち1人は残首刑。 残りの9人は首吊り、内臓をえぐり4つ先の刑にかけられた。1660年10月15日のサミュエル・ピープスの日記には、今朝、カリウシがチャリングクロスで講習され4つ先になった。しかし非常な行為により、彼の4辺は晒し上げられないことになったとある。また5日後の日記では、我らの新たな反逆者たちの手足がアルダーズゲートの上に置かれているのを見た。 見るも痛ましい光景だった。この血なまぐさい習慣に、最終的に10人が首を吊られ、内臓をえぐられ、4つ先にされたと書いている。1662年、新たに3人のレジサイドが、首吊り、内臓をえぐり4つ先の刑に処された。一部の者が赦免された一方で、19人が新たに終身刑を言い渡された。ほとんどのレジサイドは財産を没収され、 職を追われたり、借位を剥奪されたりした。また21人は、ブリテン島から逃れ、そのうちの多くは、ネーデルラントやスイスに亡命したが、数人は捕らえられ、イングランドに送還されたり、王道派に、好意的なものによって暗殺されたりした。ジョン・ディクスウェル、エドワード・ホエーリー、ウィリアム・ゴフという3人のレジサイドは新大陸のニューイングランド自治領に逃れ、逮捕を免れた。 ニューヘイブンには彼ら3人を記念した3本の主要道路が残っており、他にも彼らにちなんだ地名がコネティカットの諸都市に参見される。ネナーによれば、このレジサイドのリストに名前を載せた明確な基準は分かっていない。また当時の面積、代謝法の内容には、処刑に関わった者たちを指す言葉としても、レジサイドという語が見られない。そのため、 レジサイドに含まれる人物の範囲の認識は歴史家によって異なっている。スコットランドでも王政復古の後に面積、対社法が成立した。内容はイングランドの面積、対社法と似ているが、それよりも多くのものが斜面の対象外とされていた。ただ、スコットランドの例外リストのみに名が上がったもののほとんどは金銭的な問題により有罪とされたもので、 その中で処刑されたのは4人のみ、それも反逆罪ではあるが、大殺しの罪ではない。これにより処刑された者の中には、アーガイル公爵、アーチボルド・キャンベルがいる。彼は、クロムウェルの政府と協力した罪により、1661年5月27日に、斬首された。スパイクに刺されたオリバー・クロムウェルの首1660年代の、風刺が悪魔と共に、 チャールズ一世の処刑に関わった9人の判事と2人の処刑人が座っている。処刑の場におけるチャールズ一世とレジサイドたちネーデルラントで匿名で反付されたチャールズ一世の処刑を非難するパンフレットの差し絵。オリバー・クロムウェルの肩に狐が手をかけている。ここではチャールズ一世の死刑執行令状に署名した判事を署名順に列挙する。 ジャイルズ・ダンコムが1660年に出版したスキュー・タムリ・ゲールの口へ、イングランドの王政復古の様子を描いている。左下には処刑される、レジサイドの様子が見られる。以下では、チャールズ一世裁判に1日もしくは数日にわたり、出席していながら、死刑執行令状に署名しなかった判事を列挙する。首吊り、内臓をえぐり四つ先の刑期室のものを除き、 チャールズ一世の裁判に関わった人物。奇質のものを除き、チャールズ一世の処刑に関わった人物。ジョン・ランバート・スコットランドでの処刑が執行された、エディンバラのメルカート・クロスは、現在敷石で場所が示されている。スコットランドの王政復古に伴う面積、代社法でも、イングランドと同様に多くの者の,の罪が許される。一方で、一部の旧体制の人物は反逆罪に、 問われることになった。ありがとうございます。